はい、今回 2度目の来店になるのかな、はい、でこの間、やって僕負けたらしいんでリベンジさせてもらいたいと思います。よしやろう。お名前は、ツッキーです。ツッキーくんね。よしやりましょう。そうか、さっき戦ったツッキー2世くんと兄弟なのかな。兄弟です。前も来てました。あ、そうか、前もやんなかった。ん、やんなかった。あ、持って、そうかそうかそうかそうだ、そうだよね、持ってなかったんでね。よし、じゃあ2世、2世には勝ったんで、じゃあお兄ちゃんの方にも勝ちたいと思います。あ、間違えた、これ、クッキーどうする、俺が並べてどうする、これ、こっち、はい、はいよ、サンキューです。いきます、1,2,3,4,5、 1,2,3,4,5、 よし、やりましょう。最初、ん、いや、最初はグー、じゃんけんほい、勝った、先行いただきます。じゃあね、これを置いてターンエンド。じゃあエンド。はいよ。じゃあドロー。じゃあこれを置いて2コスト、はい、フェアリーライフを打ちます。フェアリーライフで1枚ブースト。ターンエンド。はい、ドロー。うん。じゃあターンエンド。うん。ターンエンド。よし、よしよし、今のうち置きます。ドロー、あー今横向きくっついてるね、ドロー。え、じゃあもう一個置いちゃうよ、これ置いて4コスト、ライフプランチャージャーを置きます。山の上から5枚を見る、1,2,3,4,5枚を見る、それで、1枚を、相手に見せて、これ手札に入れますよ、はい、そしてこれは下に戻す、でこれはチャージャーだからこっち行く、はい、ターンエンド、チャージ3枚魂に戻す、うん、はい、でグランセットを選びます、うん、はい、で名前が異なるあのグランセットのクリーチャーを3体まで選んで、3体か、すげえな、うん、3体選んで、うん、相手に見せてからシャッフルして、はい、それで4体まで入れます。うんうん、はいよ。あ、上に寄せるだけなんだ、手札にはいかないんだ、はい、へえ。じゃあエンド、エンド、よし置きます。じゃあドロー。じゃあね、これを置いて6コストあります。6コスト払って、テラネスク出します、はい、テラネスク3枚を、表向きにする、そのうちいるものといらないものに分けて、どうしようかな、じゃあ僕この2枚欲しいや、2枚も、うん、2枚、待てよ、2枚、いや、1枚でいいや、1枚もらう、そんで残りの2枚はチャージになります。で、ターンエンド、はい、どう、1、2、4、6、8、8まだ、8まだ、じゃあエンド、ん、エンド、エンドでいいの、よし、置きます。じゃあドロー、じゃあこれを置いて、2、4、6、6コストドルツバイアステリを出します。でも倒す相手がいないから何でもないです。2コストフェアリーライフを打ちます。フェアリーライフこっち持ってきて1ブースト、ターンエンド、ドロー、うん、2、4、10、チャージでエンド、よし置きます。じゃあドロー、こうだ、こう、これ何、アタックチャンスって何、これよくは自分が運命と一緒に全然、まあいいや、置きます。2コストピクシーライフで、これを置いて1個こっちチャージしました。はい、じゃあ打つ人はこの人たちです。この人、このクリーチャーのパワーが12000、ん、待てよ、いくつある、2、4の矢の11しかなかった、なんでもないです、ダブルブレイクですね。はい、これでじゃあダブルブレイク、なんでもない、はい、じゃあテラネスクで、じゃあ1枚ブレイク、何もない、はい、じゃあターンエンド、そして手札はゼロ、じゃあ6万円使って爆心トゥーザワイル、はい、それはどんなやつ、自分のやことの上から3枚ものゾーンに置く、相手のシントではないクリーチャー1体ものゾーンに置くか、うん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 、でそれで、豆3枚を選びます。はい。で、エンド。で、選ばない。いい、大丈夫。進化クリーチャーがいない。あ、そうか、進化。あ、オッケー。じゃあ、行きます。置きます。ドロー。ブランドが1枚。
ん？ダメだな。じゃあこれを置きます。で、じゃあもう普通にこれで、ダブルブレイク。何もない。はい、なければテラネスクでダイレクトアタックです。じゃあはいはい。うん。はいよ。クリーチャーなのでマナゾーンに。うん。じゃあこれマナゾーンに行っちゃいました。はい。じゃあターンエンドです。めっちゃパチパチ。うん。コース使ってカザードをかぶって、まあ、ファイター使ってじゃあドルツバリやる、うん、はい、やられました。はい、エンド、エンド、あ、2、4、5の矢の音、ごめん、ちょっと強いかもちまでもね、これね、マッファイターだけど、この人マナの数だけ強くなるんだよ、かける1000強くなるの。だから今ちょっと強いかもしれない。1、2、3、4、5、6、7、9、10、14000強い、15000になっちゃってるからやめといた方がいい。うん、別のにしない。うん、じゃあ今14000プラス1万5000だな、この人今ちょっとでかくなってる。使って、おお、そんで使ってマナゾーンから進化、うん、進化と呪文以外のクリーチャーをすべて。はいはい、俺も出していいの？はい、ちょっと待って、進化は出しちゃダメなの？進化は出していい、普通のを出していいのね。進化、進化普通のクリーチャーの上に重ねて、え、出していいの？登場時効果とかないの？扱えないけど、それは使えない。普通に進化だったらその上に重ねて出す。そうなの？じゃあこれも出していいのね。こう進化は進化元がいれば、進化元がいればでもクリーチャーいないもん。クリーチャーの上に普通に進化、あ、例えばこれならワンブレイクだけどこうすればトリプルできるよとか、そういうこと。はい、まあじゃあそうするか。あ、キラマル進化じゃないですよ。え、これ普通のクリーチャーなの？あ、普通のクリーチャーでした。いや、やば、キラマルさん、はい、キラマルさん、はい、じゃあエンドで。エンドなの？打ってこないの？よし、全召喚用で殴れない。そうか、そうか、そうか、よしよしよし、ドロー。じゃあ、一応2、4、6コスト、テラネスクを置きます。3枚見て、欲しいのをもらう。じゃあエゴイストもらっとこう。じゃあこれはマナチャージ。でこれで、ダイレクトアタックです。ありがとうございます。やった、勝たせてもらいました。ツッキーくん2回目の挑戦で、お前犠牲者の欄に313人目だ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。